あ、ほんまや、全国1位ですかこれ。あー、これが一応今の頂上決戦、なんかかっこよく言っちゃいましたね。開幕、ペニチがクードジャミーに攻め込んでいって、テイクボーからクードジャミー、めくりジャンリリーがアタッチで、先手は小池雷一、 3C から 6C 勝利券、リリーなんでさせんねんこいつ。まあまあまあ氷使ってるから飛翔拳、飛翔拳一通に、あ、なぜか、そう、フェンリッチの飛びはなぜか被る、そう、こんなやって感じで、なんでか知らんけど被るんですよ。越境がすかされて、ジャニリーがもう一回めくりで、おっぱ、え、昇竜拳からの撤去、え、嘘やろ、え、ほんまに、おい、いやいや、まさかまさかまさか、うーわー、やり込みマシンすぎる。これが、これが全員一のライチか。コパーコパーコパーを全部直下して割り込んでいく。6へ一発から飛びを帽子の 5B から、なんでかぶんやろこいつの飛び。投げ落としてバスを使う、ミニーから100歩、着地に柔軟をピュッと置いていく、まあ安いルートですけど。なんでか当たるんだよなこいつのゴミ、トーガでいく、バストはフェンリッチ有利。うわー、6ぶっこんでいく。なぜか当たる昇竜拳。あ、ジャンシー、コンテナジャンニー、ステッカー 5B、 2B、 5C、 無双から、無双締めからガキャンスカー、おっとダッシュ、あー、6円しかしょうがバースを吐いていく、あ、あ、もうお互い、あ、あ、おお、大丈夫です、あ、うますぎる、え、嘘、いや、あの、え、ヒレゾーンもらったー、うわー、これで実力、これが、これが真のよ、鉄人をも殺すか。いや、これ真のじゃない、神や、マジか、これは確かに大人舐める、だって俺より強いやつおらんもんっつって引いちゃった、ジン・キサラギ、ああほらあまりにも試合内容熱すぎて店員さんも間違ってフェニッチのチーム勝ったと思って、いやいや金次君ね、でも野試合見てたら全然もうフェニッチに勝ちそうな雰囲気あったんで、いやでも今のは、これが本当の大将、大将
どこか。あもう決勝でいいという。すいません、金次君も岩瀬さんもごめんなさい。岩瀬さん残ってるから。ワラピンちゃん待ち、あ、いやあるぞこれ。あ、え、嘘、なんでパス入ったの。おい、10分あるまでよ。はいはい、おい金次君、おた先輩、先輩の意地見せれんのか。全然いけるよ、ここから始まる大逆転。金次君を応援する声もちらほら。え、あー、金次君、あ、アテナの雰囲気は金次君だ。あ、なんか一気に変に大幅優になってるけど、まあ、ワンチャンあるよ。お、あ、あ、あ、お、はい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 、お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 、あー、なんてこいつ、はい、バースあるしね、バース持ってる。しかもいつの間にかさ、ペンリッチがさ、バース有利やね。C ボタン。ほんがああいうところで拾うのむずいからな。あ、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 終わり。あうわー、こいつらどうなってんだこれ。見せていく。うわー、うわー、いや、なるよこれ。勝率見て、まだね800人の参戦やってね、100回負けてないんですよこれ。こいつアテナでやってんねんで、アテナで